ベンジャミンのモデルみたいなの調べたら、とんでもイケメンだったんだよ。で、うわ、こんなイケメンいいんだと思って。本当か？それは本当に俺か？わ、すごいわ、筋が。見てくれ。見てみんな。そういうことね。めちゃくちゃうまい。おいしい。いただきました。セカンドストリートです。どうぞご覧ください。おやすかん、これゲットよ。ということで本日はですね、なんと TikTok が1000万回突破いたしました。ショートかな？ショート。そしてですね、イケメンすぎる、モデルさんとマッチョすぎるイケメンさんということでベンジャミンさんとショウさんでございます。ありがとうございます。すいません、2度目まして。そうですね。で、はい、先日ナイトプールでお会いさせていただきました。夏の個人的ニュースみたいなのを、うん、予定かな、を撮ってたんですけれども、はい、それをちょっと TikTok に流したら1000万。あれか、 YouTube ショートの方でね、はい、1000万 YouTube ショートか。いや、あれはもう完全なる2人のルックスと、はい、その肉体美と、はい、あの時のノリ夏のね、あのいつもの僕らなので、うん、本当にもうそのまま出てるだけなんで、もうちょっと逆にかっこよく撮りたかったけどね。まあ、いやでも、良かったですよ。なんかコメントをこう見させてもらったら、その掛け合いもいいみたいな、すごい書かれてたし、で今日は服を着てらっしゃるというのも、後で脱ぐんですぐ脱ぎますから、脱がしてくれよでも、お二人はもう付き合ってどれぐらいなんですか？もうカップルですもんね。あの動画の時に8年とか言ったんですけど、よく計算したら今7年目で、11月になったら8年目に目になる。ああ、なるほどなるほど。11月の23日でちょうど丸7年なんです。どっちが年上、どっちが年下なんですか？僕なんか年上で、で、年下で、はい、大人っぽい。めっちゃよく言われます。でも、もう16歳ぐらいから胸毛とかヒゲとか入ってるんで、あのずっと30代って言われてるんですけど、ようやく今33で、まあ年相になったから、うん、ちょっと追いついてみたいな。はいはいはい。え、何個差ですか？僕33で、来月で37。はい。あー、見えない。4つ。じゃあ昭和ってことですか？昭和61年の男でございますベンジャミンさんは平成2年。平成2年。ベンジャミンさんはでもアメリカとフランスのミックスが知ってる。お母さんはフランス系のアメリカ人で、お父さんはまあ普通にアメリカ人、まあ、スコットランド系のアメリカ人なんですけど、うん、でももう日本語ペラペラですもんね、うん、まあ全然あれですけど、でももう最初日本来たのは14歳で、まあ、日本来てから18年目ですかね。なのでまあいろいろ経験した上でまあ日本語を覚えて、まあ、最初はもちろん学校とか通ってたんですけど、出会った頃はめぐみさんというタレントともうちょっと仲良くさせていただいてるんですけど、その時に「コインクラブ TV マッシャー」という番組を読んでくれて、それでまあゲストとして登場して、それがまあちょっと。ちょっと話題になって、それすごいエピソードがあって、それ馴れ初めの話なんですけど、今夜比べてみましたを僕の会社の仲いい先輩が見てて、でとんでもないイケメンが出てるぞって言って僕に LINE が来たんですよ。あ、それはもうカミングアウトしてる、そのカミングアウトまだギリギリしなかったんですけど、なんかネタでなんかゲイだどうのみたいなこと言われてる時期で、別に僕まあ抵抗なかったんで、イケメンが出てるぞと LINE が来ましたと。ベンジャミンってモデルみたいなの調べたらとんでもないイケメンだったんですよ。けどちょうどテレビ見たら、まあ、番組終了してたタイミングだったんで、はい、ああ見れなかった、見れなかったんですよ。でうわこんなイケメンいいんだと思って、でその1週間後に事件が起きまして、あ何、まあ、当時僕もまあフリーというか、はい、まあ、出会いを求めてる時期だったんで、ゲイのアプリを使って、はい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 、でブルンって鳴って誰だと思ったら、めっちゃイケメンからなんかメッセージ届いて、あらどっかで見たことあるぞと思って、おやおや、あやあれあれあやって言って過去の検索履歴のベンジャミンと比べたら全く同じ写真で、うん、でそれでこいつだったんですよ。それまでは出会ってなかった、出会ってなかったことなくて、でたまたま家が1キロ先くらいにドヒャドヒャですよ本当に。すごいね。自分でそのアプリを見て、その時は今の体型とは全然違ったんですけど、ほう詐欺写真って言っていいのかな、お前それを言い過ぎだよこいつあのイケメンなのイケメンだったんですけど、こんなポーズ、カメラがこの辺りで腕がもうこんなぐらい出ていやいやなるほど、だから筋肉詐欺だ、こいつ筋肉すげえぞって思った。奇跡の写真が撮れてなんかフェス行った時に友達が下からこう撮ってくれたこういうつもりじゃなかったんですけど、こいつはめっちゃパンパンみたいな、はい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 、アームレスラーみたいな、それでこいつ連れて、連れてでもまあ実際来てる人も
イケメンだし、うん、まあ、十分体も良かったんで、もう一目惚れです。あ、本当に、はい、7年経ってから本当にって言葉出るんですね。いや、俺も言ってたんですよ、もう一目惚れだったんで、はいはい、それで見つけてからすぐ会ったんですか、もう会いましょうってなってるんですか。そう、いや、ちょっと経ってからで、うん、寝かせてちょっと連絡、そこで怖かったんですよ、こんなだって展開ないじゃないですか、うん、しかも、もしかしたら偽物かもしれない、うん、そうなんですよ、それもあるし、うん、なりすましかもしれないし、うん、で、なんか悪いことされんじゃねえかみたいな、でも、まあ我慢できなくて会ったら本物で我慢できなくてっていうのがいい、そう、もう会いてみたいなで、会ったら本物で、そこからこうね、仲良くなってっていう付き合う前から一緒に住んでたって感じなんですか、じゃあ。まあ、半同棲みたいな、なんか週4とか泊まりに行ったりとかしてて、まあ、家も近かったんで、あ、行きやすかったっちゃ行きやすかった、うん、まあ、今は住み方いいの、住んでるんですよ、あ、今ね、今、まあ、はい、もう一緒に住んでどれぐらいですか。いや、でも、もう付き合ってすぐぐらいなのか、2017年くらいから、だから17年くらいか。本当によくできる彼氏でねっていうコメントがありましたけど、本当によくできる彼氏、これをね、全面的に俺はアピールしたい、今日お願いします。それさ、なんかできるのいいね。いや、本当にすごい。うちの親父は、うん、まあ親父とかにはまだあのカミングアウトしてないですけど、はい、まあ紹介はします。お、ほうほうほう、あの兄貴とか、お母さんだけ知ってるんですけど、毎年行ってます。それはどういう紹介の仕方ですか。ベンちゃんっつって、あ、はいはいはい、まあ、何とカテゴリー判別に、なるほど、なるほど、で紹介してるんですけど、親父ってあんまり人のこと褒めないんですよ。うん、なんかあいつはなんか挨拶もできねえみたいなことは言うんですけど、あんまり褒めないんですけど、ベンちゃん紹介して食事終わった後になんかおいしょっつって、ベンちゃんの子はいい子だねっつって、酒も継ぐし、なるほど、気も利くしって。そういうのがもう節々に出てるんですよ。なるほど、生活の気遣い、心遣い、思いやりがすごい出てたんだ、その食事会とかにも。お母さんだけ知ってて、家族はちょっと多くは語らず紹介してるっていう、うん、知ってんじゃないですか、うん、でも俺あんま気にしない。お母さんは多分言ってると思います。結構おしゃべりちゃう、あいつなあいつそういうとこある。だから俺らの写真を会社とかでこう見て見てとか言うんですよ。いいな。でもありがたいことに、なんかなかなかこういうゲイのカップルとか親に紹介し合ったり家族に紹介し合ったりしないじゃないですか。そうですね、少ないですよね、いろいろ環境があるから、うん、でももう幼馴染さんとか、うん、お兄さんのご家族も一緒にご飯も行ってますし、なんか僕はもうその番組でもう普通にカミングアウトしてるから、はい、隠すようもないし、はい、隠す気になる、ね、何もならないので普通にサラリーマンの仕事しながら会社の飲み会とかにも呼んでくれたりとか、なんか感覚で言ったら宝くじ当たった、見て見てみたいな、え、見て見て、俺の会社見てみたいな、なんか直接的にそのゲイだよとは言わないけど、別に隠すつもりもそこまではないと思うんですよ。別に、お二人の共通の趣味とか好きなものとかはあるんですか。それが意外とそんなに多くなくて、お互いの趣味がバラバラっていうか、その気になること、まあ、根本的なこういう生活したいとか将来行きたいとかあったらいいなとか、ね、それは一緒なんですけど、まあ例えば基本的に土日どっちかを別々で過ごしてるんですけど、彼はその時パーソナル行ったりとか、1日もう6時間ぐらいジム行って、しかも以前3時間コロナの中にハマってサーフィングとか、まあ、できるだけ毎週末行ったり、あとはまあ普通に公園に行ったりとか、まあ、家掃除やったりとか、それがとても大事。距離感はある程度は少しはあるところがいいと思います。そこでなんかある意味ストレス発散みたいなのですけど、いやでもそうだと思います。なんか、まあ、そんな一緒に暮らして大きなストレスはそんなにないんですけど、うん、四六時中やっぱり全然人といるとね、友達も全部一緒ですし、まあ、ほとんど一緒ですし、一緒にいる時間は、まあ、ありがたいことめちゃくちゃ多いんですけど、なんかやっぱりその全部一緒だとちょっと疲れちゃうかな、うん、自分で感じてないストレスも多分あるだろうし、うん、そうですね、ですよ、確かに。どっちかが逃げ道を作っとこうみたいなのが理想、はい、でもそういうところでなんかその筋トレ行ったりとかサーフィン行ったりとかするっていうのはすごくなんかいいなと思います、はい、逆に一人で出れないんですよ、うん、結構リアルに怖いぐらいめちゃくちゃ暴れるんですよ。暴れる、あ、暴れる、暴れる、あの無遊病癖があって、へえ、らしくて、俺は全然気づいてないからね、やっててもどういう無遊病、例えばこれ本当に全部リアルに起きたことなんですけど、はい、まあ、寝てるじゃないですか。彼は窓側で僕はドア側で、なんかチャカチャカ聞こえるなと思ったら、翔ちゃんが立ち上がってカーテンを一個ずつ一個のフックを外して、寝ながらフックを外してるんですよ。
で僕は眩しいと寝れないからもうそういう真っ暗になるようなカーテンつけてるんですけど、フックを外して気が済ましてまたベッドに戻ってすぐって言うんですけど、気づいてないんですよ。まあ、それはまだマシの方なんですけど、マシなんですか。私に対してはボリュームはない方なんですけど、最上級でだったんですけど、ね、この間もなんかこの間ハチがいると思ってて、ハチ部屋の中にハチがいる、ハチがいる、あ、刺される刺されるってなんか急に叫び出して、それでベランダに出て行ったんですよ。本当か、本当にそれは本当に俺か、本当お前なんだ、お前以外誰がいいんだよ。本当にそういうこともあるし、じゃあガシャッと開けてバーッと開けて外を出て、なんかね、多分逆に部屋が暗すぎるからイマジネーションが走っちゃって、あ、前とかもなんか床にネズミがいるって勘違いして、なんかゆる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 とか言って、俺の胸の上に正座し始める。俺の顔を枕で押さえる。本当です。それで全部記憶ないのが怖いんですよ。だからいつか私が死んでたら多分こいつのせいです。確かに夢を見ちゃってる。でもそれも気づいてないんですよ、うん、ただその100回中2回くらい途中で、あ、俺何やってんだろうって気づく時があるんですよ。 あるんだ、あ、みたいな、起きる時があるんだ、それがこの時かみたいな、で、しらばっくりで出るっていう。でもその間覚えてないんですか。覚えてないです、覚えてない、危ないよね、でもね、うん、でもこれ寝てたらいきなり正座っていうのはびっくりしたもん、ね、いや、めちゃめちゃ痛かったです。そうですよね、痛いてよな。そのベランダの下りとか怖っ、ちょっと怖いですよ ね、 ちょっとこうそのままね、ちょっとね、うん、これから私結構まあ仕事で海外出張とかも多いから、その間なんか死なないでねみたいな。真っ暗が怖いとかっていうのは、真っ暗が怖いし、なんかいる気がしちゃうんですよ。で、しかも最悪なのが、まあこれ自分のせいなんですけど、夜寝る前に怖い話を聞きながら寝るんですよ。それじゃない本当にですか。それでも横に弾いてることになります。僕はここで、あの、海の音流してます。なるほどなるほど、はい、なんかあの、感覚で言ったら、例えば真夏にめっちゃクーラーガンガンに効いた部屋で毛布で寝るみたいなのとか、大好き、真冬にこたつ入りながらアイスクリームを食うみたいな、はい、うん、その状況と似てるんですよ。隣で分かんない、ちょっと分かんないです。それはちょっと違うじゃないかな。ホラーを聞くっていうの、ホラー聞いて隣に誰かいるじゃないですか、はい、だからもう最強の状態で真逆のことをやってるって、一人だったら聞けないですけど、あ、怖くてね、はい、それなんか理解してくれないんですよ。これいろんな友達にも言ってるんですけど、だからそのホラーとかをこうやることによってスピってない。ちょっとあるかもしれない。スピリチュアル的な問題で動いちゃってるとかはない。でも一回前、その地元の友達、霊感があるやつがいるんですけど、そいつに霊がついてるって言われて除霊されたことあります。除霊、うん、うん、術でバンバンバンみたいな、霊がつきやすいらしいんですよ、うん。でも確かにハッピーオーラがあるから、でもなんかこの人言ったらなんか、うん、確かにね、楽しそうっていうね。あ、でもそれ言われました。言われたんだ。けど逆にそのハッピーすぎて霊の影響があんまないみたいな、ただついちゃう。でもそうなると一人を本当に不安になりますもんね。そうですよ、なのでまあこれからちょっと出張先でテレビ電話とかしなきゃなと。でもそれはお休みの日とかは、あの、逆に1日とか1人ずつ生活することがあると思うんですけど、うん、2人でいる時は何をするんですか。結構飲み歩きが好きで、そういう元気の下町があるところとか行って、朝は必ず、まあ、ジムは数時間ぐらい行って、で、ジム終わりに集合して、まあ、高円寺だったりそういうところ行って、3、4、5軒ぐらい行って飲み歩きしたり、最後お風呂入って帰るっていうのが多いです。うわでもなんかナイトプールの下りとかもあったけど、すごい長期間の休みとか、なんかちょっと一日休みとかなると結構アウトドアしてるイメージが、ね、はい、特に夏中はその時に言ったプランはもう全部やって、あ、すごいとかね、有言実行で、めっちゃ疲れました。あ、どうだったんですか大会は。大会なんとか入賞できて、おー、おめでとうございます。素晴らしい。いつですか。8月の20日にちょっと今回が、あ、じゃあもう、あの、まあでももうちょっと、わぁすごい、あ、でも、うわすごいわ、すごいです、ね、し、でもまだ、まだ絞ってるね、ここすごい、筋がすごい、ここすごい、やばい、あ、すごいわ、筋が、見てくれ、見てみんな、見てこのさ、この皮感、皮感、皮感すごい、絞ってるっていうのがわかる。でもこれがいる隣にいると、もうプレッシャーではありながら頑張れる、目標になるっていうか。ベンジャミンさんも全然マッチョじゃないですか、細マッチョかな、マッチョだけどやっぱり小生
や、すごいんですガチなんですもんね筋肉しか勝たん次のその言ってた目標っていうのはまた大会12月にまたちょっと大会に出ようかなと思ってて、うん、まあ、ハマっちゃっていい趣味を見つけました本当に、まあ、筋トレできよってね筋トレでもちゃんとし始めたの2年とか3年とかですか、うん、それまでには本当に全然やってたのはやってたんですけど、うん、体が急に本当にガラッと変わったのはそうなると食事とかっていう視野できなくなりますよね。もともと僕が基本的に作ってて煮込みハンバーグだったり、うん、カレーだったり、はい、そういうの作ってたんですけどやっぱりこんだけ頑張ってるからそういうの食べさせたらもったいないっていうのがあってそこから翔ちゃんは減量食、増量食とかいろいろ勉強してもともとそんなに料理はしなかったタイプなんですけど本当にめちゃくちゃうまくなってて、逆に最近僕の会社の弁当とかも作ってくれたりとか、それでめんちゃんも体結構変わってきて、食事とかってやっぱ大事だね。これまた尊敬し合って思いやりがあったりとかする中でこういうお互いを高め合ってるっていうのもいいですよね。まあ、でもね、いい関係性だと思うよ、マジで。ちなみにあのこの間話した煮込みハンバーグ、はい、あの作りましたのでよかったらあイエーイ待ってました。嬉しい、すごい、うわーめっちゃ美味しそうよ。絶対美味しい。指原の分まで作ってくださってました。マジは優しい。え、ちょっと何これ、すごい、いや、めっちゃいい匂いする。これ目にかかってるのは何ですか？それサワークリームです。うわもうちょっと外国風な最高。あれ、大好きですサワークリーム。ニュージーランドにいるときに大好き。いただこう。イエーイ。いただきます。いただきます。すごい、めちゃくちゃ上がった。まっ。ちょっと達也も食ってみて。本当に、うん、人の手料理食べるのも久々だわめっちゃうまくない？めちゃくちゃうまい。おいしい。いただきました。おいしい。じゃあマジでだから最初の一口から終わるまでこの煮込みハンバーグの時はうめうめって言って本当にめちゃくちゃうまい。すごいっすね。なんか噛むたびなんかいい匂いが口の中どんどん広がってるよね、うん、これ進みますわ、ご飯が。そうなんですよ、ご飯がめっちゃ進むんですよ。これマスタードが入ってる。あ、よくわかりました。おすごい美味しい。隠し味に、はい、本当にちょっとしか入ってないからすごいですめっちゃ食べるの早い。めっちゃうまいよかったな。美味しい。嬉しいです。それマジでうまい。サワークリームとこんなに合うんだ、ハンバーグって言って、ね。いろいろ聞いてきましたけれども、なんか YouTube を始めたりとかはしないんですか？そうですね、今ちょっとチャンネルをいよいよ作ろうかなっていう話をして、作ってほしい。なんか結構昔からずっと翔ちゃん絶対やった方がいい、絶対やった方がいいってずっと言われてるから、まあこれを企画として。でしかも武器めちゃめちゃお二人だったらすごい多いと思う、やれるコンテンツ量が。あー、ちょっといろいろ筋肉のあれもあるし、ね、カップルっていうのもあるし、まあ、その2人のなんか私生活も見たいだろうし、ということでね、いろいろ聞いてきましたけども、はい、概要欄の方にですね、お二方の SNS 貼ってもいいんですかね。あ、もちろんお願いします、はい、貼ってありますので皆さんぜひぜひ、ね、見に行ってみてください。 TikTok にそんなにドッキリとかないなか、2人の動画が可愛いな。そうなんだ、可愛くない。で、しかもTikTokはこいつ勝手に俺の動画盗撮してアップしてるだけなんで、俺全然管理してないんですよ。めっちゃ驚いてちょっとそれも見たいね。本当のビビりなんで、もうぜひぜひそちらの方もね、 TikTok もね合わせて貼ってありますので、皆さんぜひぜひチェックしてください。お願いします。ということで本日はね、ご飯も本当ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。もうめちゃめちゃ美味しかったです。ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。女子もお邪魔しますの精神で歓迎。